確実に痩せるウォーキングの秘密についてお伝えします。あなたはこんなことがないですか？毎日ジョギング頑張って走っているのになかなか体重が落ちない、そんなあなたに朗報です。今からこの動画のお話を聞いていただくと確実に痩せることができます。その解決策をお伝えしていきますね。まず、このウォーキングに対してそのジョギングですね、このお話を先にお伝えします。ジョギング、もちろんメリットはあるんですね。例えば1番運動能力を高めたり、2番筋力をこうアップさせたり、3番パフォーマンスをこう向上させたりですね、まあ、もちろんメリットはあるんです。ただ逆にここでデメリットがあるんですね。それは、こういった、まあ、ジョギングのようなこう運動量が多い、タイプの運動はですね、その呼吸がどうしてもこう早くて浅くなる。で特にこう 100m 走のこうダッシュとかですね、ああいった運動の時はそのもうほぼ、無呼吸に近い状態で、まあ、走っているわけなんですね。でそうなりますとその自律神経のこうリラックスする副交感神経のこう働きがこう下がりますから、結果末梢のあなたのですねお体のこう隅々にあるその細胞や神経にこう届くべきはずの酸素や栄養がこう届かない状態がこう続くということになってしまうんです。これはですねお体にとってはですねすごく負担がかかる状態ですし、危険な場合もあります。特にご高齢の方が急にジョギングを始めてしまうとこういったことでその本当に大変危険な状態になりますから、まあ、NG ということになるんですね。で逆にウォーキングのメリットです。ここからがポイントです。横隔膜がこうしっかり上下するようなこう深い呼吸をしながらウォーキングをしていただきたいんです。そのことで先ほどお伝えしました自律神経のリラックスする方、副交感神経をそのキープしながら運動することができるんですね。そうなるとどんないいことがあるかと言いますと、もちろん先ほどデメリットと反対ですから末梢の、血流がですねその低下することなくあなたの細胞やその神経にこう隅々まで酸素や栄養をその送ってあげながら運動がまあできるわけです。そしてプラスこの副交感神経が優位な時にしか腸ってですねしっかり動いてくれないんですね。で私は別の動画でもお伝えしておりますけれども、この腸内環境が悪い方というのはたとえその運動を頑張ったとしても頑張ってその食事制限をしたとしてもどうしてもですねその痩せ体質にはまあ程遠いということになってしまうわけです。なぜかと言いますとその腸内環境が悪いとその血液が、まあ、要はこうドロドロ血といっても汚れているわけですよね。その血が結局肝臓に渡り心臓に渡りその全身を巡るわけですから脂質代謝がもうガクンと落ちて結果その内臓脂肪をですね、まあ、溜め込みやすい体質へともう変わってしまっているわけです。ですからなかなか何をしても体重が落ちない、内臓脂肪が落ちないということに、まあ、なっていくわけなんですね。ですからメリットとしましてはウォーキングをすることでその副交感神経を優位にする状態をキープしながら隅々まで血流や酸素血流良くして酸素や栄養を届けてしかもその腸を活発に動かしてあげることができるんです。慣れてきましたらゆっくりとした呼吸でそのウォーキングをですね、まあ、していくわけなんですけれども、ここでプラスアルファ、早い遅いをですね5分ずつこう繰り返して歩くのもおすすめです。5分間ゆっくり歩いて5分間ちょっと早めに歩いてみる、その呼吸が乱れない程度でですね、でその刺激が、腸のその蠕動運動を、まあ、よくしてくれますからあなたがこうますます痩せ体質へと変わっていけるわけです。
そして歩く目安お時間ですねの、お話ですけれども、できればおすすめはこの副交感神経がこう優位になってくる夕方ですね、朝一番とかお昼間よりもできれば夕方以降に歩くのがおすすめなんです。また例えば、夕方が難しい方は、夕食後から寝る1時間前まで、この間に、最低30分から1時間ですね、ゆっくりとした呼吸でまずはウォーキングを毎日続けてみてください。週1回ぐらいね、1、2回お休み入れてもいいと思うんですよ。急に頑張るとですね、お体痛めてしまいますから、ぜひあなたのペースで、深い呼吸をしながらの、ウォーキングで腸を元気にして、結果痩せ体質を手に入れて、確実にですね、効果的に痩せる体質を手に入れていきましょう。またこのお話を繰り返しご覧いただいて、あなたご自身と、そして大切な周りの方、ご家族のためにぜひお役立てください。そしてこの動画のお話役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。